83号では後部台座を組み立てます。今回付属するパーツです。最初に77号で付属したレール2本パーツ01の後部台座にはめ込んで接着します。次に後部台座に仮止めされている基板のネジを外します。これで83号の作業は終了です。アッシャー。